近藤孝一郎氏、芥川龍之介。近藤くんは漫画家として有名であった。今は聖度を踏んだ日本画家としても有名である。が、これは偶然ではない。漫画には、落草の滑稽な漫画がある。絵そのものの滑稽な漫画がある。あるいは、二者を兼ねた漫画がある。近藤くんの漫画の多くは、この二社を兼ねた漫画でなければ、 絵そのもののも滑稽な漫画であったただ意義を正しさえすれば1ページの漫画がたちまちに一服の山水となるのは当然である近藤君の絵は古坦ではない難がじみた山水の中にもどこか肉の匂いのするしつこいところが潜んでいるそこに芸術家としてのどんらんがあらゆるものから養分を吸収しようとする欲望が 露骨に感じられるのは愉快である。今日の龍族は昨日の龍族ではない。昨日の龍族は反抗的な一切に冷淡なのが常であった。今日の龍族は反抗的ならざる一切に冷淡なのを常としている。西の龍族が入り混じった現代の日本に所するには、近藤君もしっかりと金剛座上に尻を据えて、死に身に修行をしなければなるまい。 近藤君に初めて会ったのはちょうど去年の今頃である。君はその時神経衰弱とか豪をして、はなはだ息が高ぶらなかった。が、ほとんど丸太のような桜のステッキをついていたところを見ると、いくら神経衰弱でも犬くらいは撲殺する余裕があったのに違いない。が、最近君に会った時、君は神経衰弱も治ったとか言って、はなはだ元気らしい顔をしていた。 健康も回復したのには違いないが、その間に君の名声が大いに上がり出したのも事実である。自分はその時君と小杉未成氏の噂を少々した。君は胃がぐり頭も昔の通りである。書生らしい様子も以前と変わっていない。しかし、あの丸太のような偉大なる桜のステッキだけは再び君の手に見られなかった。